今シーズンも残りいよいよ7試合終盤戦に入ってきました。15位のサンフレッチェ広島と14位コンサドーレ札幌、勝ち点差わずかに1という両者の対戦となります。キーパーは中林。ここはうまくカットをしました。宮澤のカットから左足シュートを打つ。徳良の左足のシュートでした。わずかに右。はい、札幌はね、いい入りしてますよね。そうですね。そして早坂、さらに横山 J、 ヘディングシュート。でも迫力ありますね、このボールの質もいいですし、フェリペ・シューバドリブル、横パスちょっとずれましたが通ります。柏浮き球、ヘディングシュート。パトリックのヘディングはわずかに枠の上でした。あえてふわっとしたボールをね上げましたよね。滞空時間の長いこの福森、柔らかく入れましたが、これはちょっと味方の選手のところに行きませんでした。柏、さあチャンスになります。柏、立てパス。フェリペ・シューバが追いつく。中央にパトリックがいます。ここはやりきりたいですね。福原曲がりましたが中に入れる。アンデルソン・ロペス、左足シュート。ここは当たってコース変わってゴールに向かいましたがわずかに枠の上。広島、何が良くなりましたか。やっぱり守備のバランスですよね。守備の、バランスが良くなったおかげで、さあ柏がドリブルで行きます。自分で行く。横パス、ロペス、ロペスシュート。ここはシュートブロック、もう一度ロペス、足はかかったか。 PK 取りましたか。 PK を取りました。いいダッシュ。アンデルソン・ロペスの仕掛けが行きました。ってますね、これは。そうですね、これは少し蹴ってしまっているので。アンデルソン・ロペス、決めてきました。広島先制1対0。落ち着いて転がして左隅決めました。ここ飯田主審がやり直しですかね。ゴール決まったんですが飯田主審はやり直し命じました。ここでフェイントかけた時にそうですね、入ってしまったわけですね。さあやり直し。集中力を切らさずに決めきることができるか。改めての PK。 アンデルソン・ロペス決めた。同じコースだ。同じコースで決めました。今度はクソンユも読んでいましたがその指先しっかりとゴールに決めました。アンデルソン・ロペス、今季これが2桁10点目。ソンユ選手も読んでましたけど、タイミングがね、コースが良かったですよね。そうですね、今度はちょっとフェイントを使ってということでしたからね。もうコース抜群です。コース頑張りどころですね。青山をかわしてドリブルで上がる。いいドリブル。チャノティップ、左サイド、徳良、クロス、G、折り返す、原の折り返し、PK を取りました。今日半年ぶりスタメン起用となった稲垣、ここは痛恨のハンドになってしまいました。1対1。アンデルソン・ロペスがそして徳良が共に落ち着いて PK を決めました。1対1です。このね歓声の中落ち着いてよく決めましたね。よく見てしっかり見極めていい PK でしたね。今のはキーパー動くの見てから蹴ってますかね。いやー早速いいですね。稲垣から右のサイド、丹羽、アーリーを入れる。ヘディング見ながら落とした。後ろからシュート。柏島のシュートは枠を捉えられませんでした。ワンタッチあったと言ってますけどね、本人は。はい。小野のボール、ヘディングシュート、石川叩いたが。いやー、フリーでしたけどね。石川フリー、そして徳良の詰めようという、そんなシーンでした。まあ、石川選手はシュート狙ったと思うんですけどね。中に入れてくる、流れていきました。触れませんでした。ここで試合終了のホイッスル、まさに痛み分けというドロー。お互いに勝ち点1を分け合う結果となりました。残留争いの直接対決、サンフレッチェ広島と北海道コンサドーレ札幌、1対1ドローに終わっています。